サンダカン捕虜収容所サンダカン氏の更新は、太平洋戦争における、日本による敵兵士捕虜に対する虐待疑惑。太平洋戦争中の1945年に、日本軍が設置したマレーシアサンダカン捕虜、収容所における、オーストラリアイギリス軍兵士捕虜に対する捕虜、虐待疑惑及び、死の更新と言われる行為である。 これに伴い1000人以上の捕虜が、ラバウル号軍総司令部軍法会議の、豪川賢治によれば、7人を除き全員死亡したと、される。日本兵もまたこの移動により数百名が死亡している。上に、生き残ったオーストラリア軍の元捕虜は、後軍は、極めて辛かったが、捕虜への扱いは、日本軍将兵と同一であったと証言している。 連合軍のボルネオ島への空襲が相次ぐようになり、1945年1月に日本軍は空港の修復を断念。アメリカ軍がボルネオ島西海岸に上陸する判断にした。日本軍は日本軍部隊を 600km 離れたアピに移動させ、それと共に捕虜をボルネオ島にし 260km 離れたラナウに移動させることを決定したが、 特に三田間からラナウまでの道のりは、連合軍の空爆を避けるために、密林や湿地などの険しい道のりであった。捕虜500人を12日間で落語者なく移動するようにとの命令が山本省一隊に下された。山本は医薬品供給の増加と3週間の日程を要求するが、これは司令部によって却下。 結局比較的頑健な470人が第1弾として出発することとなり、出発前に、山本は最高尾の第9班の責任者、安倍和夫注意に落語者の捕虜を処分する許可を与える。1945年1月29日から2月6日に、かけて470人が9班に分けられて、間を置いて出発。捕虜たちは、熱病と、 栄養失調で弱った体に、約 30kg の日本兵の荷物を背負わされ、豪雨でぬかるむ密林を徒歩で移動することとなる。靴を履いていたものは、1割程度だった。さらに約束されていた食料の支給も、ままならず、各班の責任者は、食料の確保と支給に留意するものの、状況は悪化し、後半の班は、カタツムリやカエルなどを口にして、上をしのいだという。 劣悪な環境下での行軍は、捕虜だけでなく、多数の日本兵も犠牲者と死者を出した。そして動けないと判断された捕虜は、落語者を出さないために、安倍中尉の命令を受けた兵士によって射殺された。しかし、目的地にたどり着いた捕虜たちに安堵する暇はなかった。ラナウに到着した第一班からご飯の捕虜、約200名は、 食料と医薬品不足の中労働に駆り出され、元気そうに見えるものは4 5トル離れた。パギナタンまで2 0ラムの米袋を単がされて、歩かされ、途中で倒れたものは殺害された。第6班から9班の捕虜、約200名は途中で40名ほどが落語し、途中のパギナタンで行軍は中止。第一班からご飯の捕虜が運んでくる食料に、頼りながらも、 1> 約1ヶ月で生存者はさらに100人ほど減った。生存する捕虜全員がラナウで合流した4月時点での生存者は約150人となっていたが、その後、第2弾が到着する6月下旬に生存していた捕虜は6人だった。三田間捕虜収容所では、連合軍の空爆による被害と食料配給の削減により、1 9 4五年三月には、 毎日10人以上の死者が出ていたという。さらに4月以降は、米と水の配給が停止という状況で6月末には、捕虜の数は830人弱まで減る。5月17日に、新太尾大尉に代わり高桑拓桜大尉が、所長に就任。収容所に空爆に加え艦砲射撃をも受けた、高桑は、5月20日に受けていた、捕虜移送命令を急遽決行。 5月29日夜、歩ける者536名11班を出発させると同時に、ごく一部の建物を残して収容所は焼き払われた。衰弱していた捕虜たちは監視員らにより、激しい暴行を受け、かつジャングルに追い立てられて殺害された。行軍から落語した捕虜を、渡辺玄造注意率いる監視員たちが暴行し、追い立て、それでも動けない捕虜は、 後から来る、辻総長を率いる班に引き渡され、処刑された。処刑はすべて台湾人の監視員が実行させられた。捕虜への食料は1日米85グラムしか支給されず、6月25日にラナウに到着した捕虜は183人となっていた。この時、キャンベル、ブレースウェイトの2人が別々に脱走、米軍に引き渡されて生還している。 収容所には288人の捕虜が残されていた。彼らのほとんどは衰弱して動けない病人であり、あとは仲間の面倒を見るために自発的に残った捕虜たちだった。すでに建物は焼き払われ、彼らは木や葉っぱで雨をしのぎ、医薬品も食料も支給が停止されていたため、野草の根茎や腐った残飯を食べて生き延びていた。 1945年6月9日、森竹中尉は、岩下昭尉ら37人の日本軍兵士に75名の捕虜を選抜し、出発させた。この第3弾は一人の日本兵のみが生き残り、他は全滅した。ラナウでは6月25日には、約190名の捕虜が生存していたが、6月28日には、もう19人が死亡していた。 生き残った捕虜たちは、1日米70から75グラムという、わずかな食料で、過酷な労働に従事させられていたという。かねて、台湾人監視員より、高くは大尉が、捕虜全員を殺害すると聞いていたキースボッテリル以下4名が、7月7日夜に、脱走。3名が、オーストラリア軍に救出される。7月18日には、 捕虜収容所という名の草ぶき屋根の小屋が完成。生き残っていた、捕虜72人のうち、赤痢患者である34人が床下に押し込められる。彼らにはもはや死体を埋葬する体力もくに残っておらず、7月20日には強制労働が停止される。7月26日、スティップウィッチ以下2名が脱走し、スティップウィッチのみ助かる。八月一日朝、 高久は大尉は生き残っていた33名の捕虜を3つのグループに分けて処分することを決定。動ける者は自らの足で墓地まで向かうことを強要され、動けない者は担架で運ばれ、全員が銃殺され、処分は終了したという。尋問される日本の憲兵オーストラリア軍が行った BC 級戦犯裁判により収容所側将兵には、 下記のような極刑が課せられた。また、殺害を実行した、台湾人監視員たちには、懲役刑が課せられた。サンダカン捕虜収容所を統括するボルネオ捕虜収容所、空鎮本部に指令を出した第37軍司令部に、対しては、馬場正オ中将が、公主刑になったものの、第1回の捕虜移動を計画した、山脇正隆中将は、 この件に関しては一切罪に問われることはなかった。ボルネオ捕虜収容所全体の最高責任者であり、関係者の中では、比較的人道的であった、菅達治大佐は9月16日に自殺していたため、訴追されることはなかった。なお、これら罪状の立証について、ほとんど審理は行われておらず、刑の根拠には疑念を抱かざるを得ないとする見解も、ある。 捕虜虐待や処刑が実際にあったのか否かは不明で、あるとする見解も存在する。ジュネーブ条約からしても弱っている捕虜に過酷な移動をさせたことに関しては、日本軍に責任はあるが、第25連隊、第2大隊の関係者の観光物には、誤送される捕虜と日本兵の間に、食料等の不公平や虐待等はなかったとの証言がなされている。また、 ラバウル号軍総司令部軍法会議の裁判において、生き残ったオーストラリア軍の元捕虜は、公軍は、極めて辛かったが、捕虜への扱いは、日本軍将兵と同一であったと証言している。現在、サンダ間には1995年から、戦争記念公演があり、追悼記念碑、追悼パビリオンも建てられている。オーストラリアで、田中俊幸による、知られざる、 戦争犯罪日本軍は、オーストラリア人に、何をしたかの英訳が1996年に、アメリカで刊行されてから、このサンダカン収容所事件や、インドネシアのバンカ島でのオーストラリア軍、従軍看護婦虐殺事件、慰安婦強要事件、人肉食事件などが米豪で知られるようになった。女流作家のアグネス・キースが、小説、スリー・ケーム・ホームにおいて、 行進の中で死に至る前に捕虜は日本兵に切り裂かれ墓場に押し込まれていったなどという物語を書きそれがハリウッドで映画化までされたこともあってこれにより欧米社会にサンダカン氏の行進における日本兵の残虐的なイメージ付けがなされていったとも言われているありがとうございます